はい、コナンです。1回目はフィーバー、今日は3日目最終日、やっていきたいと思います。アンケートの結果を見ると結構ね、みんな腸あたり来てるよね。コメントだとね、アシュラが2回連続で来た、それまでスランクすらゲットしていなかったのに小当たりでした。僕もね、小当たりばっかでした。ずっと1回目はフィーバーがいいな。そうだよね、そうしてほしいよね。さあ今日も USA コイン KK でいきたいと思います。さあ最初からフィーバー状態、今まで小当たりばっかだったので今日は超当たり来てほしい。おっといい感じ、おっと戻った、お来たね超当たり。さあアシュラ来るのか、おっとスカイシャリマンダー S ランク、微妙ですね。アシュラ来てほしかったけども、まあいいでしょう。 S ランク必殺技のアップです。さあ皆さんはね、何が出ましたでしょうか。またアンケートもしくはコメント欄で教えてください。さあ今日は久しぶりにスコアアタックやっていきたいと思います。今週のスコアアタックはね、プリズンブレイカーということで、プリチー族ポカポカが有利ということで、今回こんな妖怪をセレクトしてみました。コマジロー S プリチー族、こちらはね攻撃力アップの妖怪です。64ポイント。そしてカルラ、こちらボーナス玉を4つ出すという妖怪です。そしてジバニャン S ランダム消しですね。そして吹雪姫、そして最後は電人です。こちらはね有利属性ではないのですが、不思議族でデカプニを作る能力があります。しかもなんとレベル6なんでね、結構使えるんじゃないかと思っています。今回のねこの KK ブラザーズのレースイベントでレアアイテムのねギガヘルツ玉が結構たくさんゲットできて、それでね合成して電人のレベルが6まで上げることができました。さあやっていきましょう。さあ今86万点、そして必殺技どんどん出していきます。今回はねこのカルラのボーナス玉でデカプニを作りの、そして電人のデカプニでね、うまくデカプニをたくさん作って、吹雪姫そしてジバニャンの必殺技をたくさん出せればスコア伸びるんじゃないかと思っています。そしてさらにコマジロー S で攻撃力アップでブーストさせるという作戦ですね。さあうまくいくのか、ちょっと僕はねヤマタンをねまだ持っていないので、こんな妖怪でデカプニをねうまく作りたいなと思っています。さあ電人、さすがレベル6の電人は結構使える、結構ねたくさん必殺技出せますね。そしてカルラのボーナス玉もまあデカプニと同じようなものなので、さあ今マジロー S で攻撃力アップです。さあ出していきます、カルラのボーナス玉、そして吹雪姫、今吹雪姫はスキルレベルが4ですね。さあ残り時間が2秒1秒、おっとここまでだ。さあスコアの方が200万点超えというとこでしょうか。さあボーナスが加算されて226万点ですね。まあまあという感じでしょうか。皆さんはねどんな妖怪でこの今回のねスコアアタックやっているのでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。